ってんのか俺今。マジでプロゲーマーになれるだろこいつ。まだまだ吸収できる年齢ってのがねいいよね。こいつはレジェンドだなって思いながら戦ってるよ。逆に言ってないのが不思議なぐらい強かったもん。大体出てくるだろう。すげえサンちゃんと戦ってる。何本か取ってるぞ。でも何本かっていうかめっちゃ取ってない？うわすげえこいつ。しかもハルミーさんに勝ってレジェ行ってるってこと？これ違うわ。どこだ？ここか。チュンリーに勝ってるわ。ちょっとこいつハルミーさんに勝てるようになってんの？うわ俺これ勝てんのか俺今。じゃあなんかマッチング始まってるわ俺。うまい。いやいいね、知ってるねダルシムの殺し方を。ここからがきついんだよな、ダルシムは。ここを切り返す術がね、ないんだよね。マジでプロゲーマーになれるだろ、こいつ。いや、つえー、こいつのブランカー気持ちいいな、見ててめっちゃ気持ちいいな。でも嬉しい、俺めっちゃ嬉しい。初めてストリートファイターやらないって言って一緒に始めてくれた友達が俺の上のランクに行くの初めて。しかも一番最初に何使うって一緒に考えたキャラをまだ使ってくれてるのが嬉しいよね。いや再設置うめえ。おおタックかけてく。まあ高木やってるしな、人よりストリートファイター。まあこっからまたプロのスパーとかに呼ばれてプロと対戦したりして、だってサンちゃんとか戦って半分以上取れてんでしょ。ガチこっからっしょ。しかもプロゲーマーが周りにいっぱいいるから、しかも若いのがねまだいいわ。何歳だっけこいつ、20歳いってないよな。まだまだ吸収できる年齢ってのがねいいよね。まあ私高木の性格的にブランカがめちゃめちゃ弱体化されなくてよかったわ。多分マジで DJ ぐらい、JP とか DJ 並みに弱体化されてたら多分こいつモチベなくなってると思うんだよな。それもでかいよな。まあでもブランカそんな弱くならなさそうだしな。結局なんか火力下げられたところでブランカの強いとか火力とかじゃないからな。
ジャンプをどう意識させるか。掴んできた。今の投げは良いコースだったね。いや、俺高木とめっちゃ戦ったことあるけど、俺いつももうこいつはレジェンドだなって思いながら戦ってるよ。逆に言ってないのが不思議なぐらい強かったもん。だからまあ高木はこっからキャラのキャラ隊とかやっていけばもっと強くなるから、なんかブランカの攻めの強いところはもう完璧やね。高木はこのキャラはこうだからこう戦おうみたいのが、高木ダルシム戦めっちゃうまいんだけど、それが全部のキャラ教えてもらったらマジで最強になるぞ。高木は連敗するとテルト、いや高木はめっちゃメンタルモンスターだよ。こいつマジメンタルだよ。でも昔からもうねメンタル系はねしょうがない。だからそういうのも慣れていけば最強の戦士ができるよ。いやさすがに俺が誘って俺がレジェンド行ってないのはな。レジェンド目指します。ここに宣言します。高木が頑張ってくれてるからこそちょっと俺もやる気出るわ。まだ近くの友達が頑張ってるのが一番モチベ出るよな。あー悲しい。でもまだ死なないし回復する。おお暴露リー。まあ一旦仙人になろうかな。まあ仙人になるためは多分負け8割勝ち2割ぐらいになるぐらいやり込まないとね。ダルシムはマジでやり込まないとむずいと思うから、まあ一旦ランクを死ぬほど回すことかな。中段よう立つわ。わけーわけー偉いわ。めっちゃうまい。でレジェンドいったのかこれで。ちょっと待って、サンちゃんに勝ってんだけど。俺らサンちゃんと同じチームになった時全然勝てなかったけど。これ10先したんだ。すげえ下段が増えてる。そうなんだよ、高木って対応されしてくるやつにまだ勝てない印象があるから。で高木も対応型になる必要があるんだよね。やっぱ俺が高木と戦って勝つ理由もそこだしな。高木がやってくる動きに対してっていうのをやってギリ勝てるかどうかだから。まあでもそれって経験なんだよね実際。うまい、ちゃんと殺しきれないのを見て見越して再設置からリーサル。